米国株は今日は下落はしたものの、引き続き非常に堅調な状況が続いております。えー、今日はですね、皆さんが非常に気になっているであろう、2024年にですね、このアメリカの株式マーケットがどういう方向に向かっていくのか、そしてアメリカの株式マーケット以外にも、2024年に勝ち組になるであろうアセットクラス、どんなものがあるかというですね、 え、関連記事が出てきましたので、え、今日はそういったところを中心に皆さんにご紹介をしていきたいかなと思っております。ま、あとはですね、今週につきましては、非常に重要な CPI というですね、え、経済指標も出ておりますし、まあ、あさってにはですね、 ppa そして今後も継続して皆さんが注目していくであろう、まあ、その他の経済指標に関しても皆さんにちょっとご紹介をしていきたいかなと思っておりますまあ、あとはですね新たに次の FOMC のタイミングそしてそれ以降にも関して次の利上げあるかないかもないっていう前提に今我々って今考えていますよねにもかかわらずこういったシチュエーションになれば、まあ、実際に利上げしていく可能性がありますよというですね非常に具体的な言及というものが え、r b のですね、関係者の方から出てきたということで、今日はそういったところも皆さんにご紹介をしていきたいかなと思っております。でヒートマップを見てみると、まあそんなに今日は大きな動きはなかったかなというふうに思うんですけれども、えー、引き続きですね、マーケット全体としては非常に底堅い推移が継続しております。で、ちょっと前まで僕はですね、まあ今年については非常にですね、まあ多くの企業がダウンクレード、まあ実際の、自社の え、今後の企業の業績をですね、まあ、下げていくってことが非常に多く出てくるんじゃないかってことを予想していたんですが、まあ、それとはですね、結構今逆の方向に動いておりまして、非常に堅調な状況というのが、 今、マーケットでは続いております。で、それに従ってですね、企業の業績というのも非常に、えー、そこがたく、まあ、県に推移をしているということもあって、えー、なかなかですね、株式マーケットについては、まあ、下がる方向にちょっと今行くのが、まあ、若干難しいような状況に、えー、あるのかなというふうには思っています。まあ、あとはこういった流れが、まあ、来年もですね、続いていくんじゃないか。そして、えー、2024年はですね、一応リセッションは来るんじゃないかっていうふうには言われているものの、まあ、そんなに非常に深刻になるというふうなものではないというのに加えて、 え、そんなに早いタイミングで、ドドドッと崩れてマーケットが、ま、リセッションに向かっていくっていうのは正直ないというようなことが、ま、今ですね、マーケットのメインの予想になってるかなとも思いますので、え、今年から来年にかけてですね、米国の株式マーケットっていうのは、堅調に推移していきそうだなという予想がですね、今徐々にメインの方向になっていきそうな感じなのかなというのは思っております。ま、あとはですね、世界情勢的な不安が、 まあ今、至るところでありますよね。まあそれに比べると、やっぱり今のアメリカの状況っていうのが、まあ他よりも非常にいい。もしくは、思ったよりも他のいろんな地域、特にヨーロッパとかがですね、えー、回復してこなかった。やっぱりこれは、まあ中東の戦争ですとか、ロシア・ウクライナ戦争に関して非常に大きなインパクトを受けていると思うんですけれども、やっぱりそういった期待されたところのパフォーマンスがあまり良くなくて、アメリカがですね、逆にすごくよく持ちこたえているっていうのが、えー、まあ今の現状なんじゃないかなと思いますので、 世界的に見ても非常に経済が堅調なアメリカに資金がですね、移りやすいような環境に今後はなってくるんじゃないかというふうに現在は思っております。はい。まあ今日はですね、先ほど申し上げたような点を中心にご紹介していきたいと思うんですけれども、 あとはですね、ま現在ドル円がま少し非常に大きなボラティティを伴って上下していたりですとか、まあとはですね、仮想通貨に関しても引き続き上昇トレンドというものが継続しております。で、これらのような全てのアセットクラスに対して投資をできるのがこのチャンネルのスポンサーの FXT g、T、になっております。今ですね、概要欄のリンクの方から講座解説していただきますと、解説するだけで1万5000分の取り規模のそして入金額に応じて20%から50%の 取引ボーナスをもらえるキャンペーンというのはですね、タイミングごとにいろいろとやっておりますので、ぜひですね、そういったキャンペーンをご利用いただいて、皆さんの資産の運用、形成に役立てていただければと思っております。はい、ということで皆さんと一緒にこちらの通り、数の方を見ていきましょう。まずはですね、DAO がプラスの0.16%、S&P がプラスの、すいません、マイナスの0.08%、n a s ダ a クがマイナスの0.22%となっておりました。株式マーケットはそんな大きく上がってこなかったんですけれども、 なんかその嫌なあの下げ相場っていう感じは正直あまりなかったんですよね。どちらかというと底堅く推く通用したというのが今日一日の動きの印象だったかなというふうには思っております。あとはですね、そんな状況の中、米国再建のマーケットなんですけれども、金利はあまり大きく動くことなく、今日はですね、イベントがあまり多くなかったかなと思います。で、明日に関しては CPI の発表があるということで、そういったイベントを見据えた上で、今後大きな動きが今週は え、出てきそうだなっていうのは、まあ、感じますよね。はい。まあ、あとはですね、それ以外に関しては、先ほど申し上げた通り、え、ドル円のですね、動きっていうのは結構大きく一旦、え、出ていたタイミングもありました。まあ、介入かみたいな感じで、ま言われていたようなですね、タイミングもありましたけれども、まあ、介入にしてはちょっと動きが少ないかもしれませんが、まあ、引き続き、現在151.69というところまでまた、え、回復をしているような状況となっております。 まあ、とはですね、ビットコインについても、36,500ドル近辺で、ちょっと一旦、よぶくんでいる日とかもあるんですけれども、引き続きアップサイドを狙うような展開というのが、現在も続いております。まあ、とはですね、コモディティなんですけれども、今日は1.8%、原因に関しては上昇しましたが、まあ、引き続き弱い状況というのが、今はまだ続いているかなと思います。まあ、とゴールドに関しても、地域2000ドルを超えるようなタイミングもありましたが、まあ、今のタイミングでは、 そんな世界経済、世界情勢みたいなところも、あまりちょっと気にされる度合いっていうのが低くなってきていて、まあ、こういったコミュニティに対して、資金の入り方っていうのが少し弱くなっているというような状況が見えてきているかなというのは思っております。はい。まあとはですね、ちょっとチャート見ていきたいんですが、こちらがですね、ナスダックの今チャートになっています。今日という観点ではそんなにボアティティ出てませんでした。明日はやっぱり CPI があるということもあるので、 その一旦前のですね、様子見っていうのもあったんじゃないかなと思いますま。あ,あとは先週、先々週とですね、株式マーケット大きく上昇してきたんですけれども、その反動がですね、なかなか出てこないということもあって、やっぱり今、株式マーケットは、結構ですね、の僕のような多分ちょっと前まで、マイナスでネガティブに見ていた人たちっていうところのえまあ意見みたいなところが、実際に決算を置いてですね、かなりあの薄まってきた、なくなってきたっていうのもある程度あるのかなと思います。あとは、 今回上昇している一つの要因として、米国のですね、テック銘柄の大きな上昇というところもあるんですが、それ以外の銘柄で、決算がですね、非常に良かったこともあって、全体的な総加上げというところに繋がっていたこともあってですねあの、あまりよく英語ではプルバックとかという,うに言いますけれども、反動の下落というのが今少ないような状況になっているのかなと思います。今のような状況が決算も含めて続いていて、かつですね、今週の えーっと、CPI だったりとか、あとは小売の売上高の数値が出てくるんですが、まあ、それらが堅調であれば、継続した上昇っていうのが、えー、み込める可能性が、え、高いんではないかなっていうのは思っております。まあ、あとはですね、えー、皆さんと見ておきたいのが、金利ですね。皆さんも、え、先ほどご存知の通りですが、えー、ほぼ動きなかったんですけれども、えー、一旦ですね、ちょっと金利の下げ止まりっていうのが、えー、起こってますよね。えー、先ほど申し上げた通り、まだ、まあ、金利上昇の可能性が、 え、ある、利上げの可能性があるなんていう話がありましたけれども、え、まだやっぱり今の、え、市場、環境では、え、物価の下落を、ま、しっかりと織り込んでいくってことが引き続き、非常に難しいということで、え、金利の継続的な、持続的な下落というのは、え、なかなかちょっと起こりづらいのかなというのが、ま、まさに今の現状なんじゃないかなというふうには思っております。なので、今後の株価はやっぱり占っていく上で、え、もちろん企業の決算というところも非常に重要なんですけれども、ま、やっぱり今、注目をされているのは、 アメリカの経済の状況、経済状況ですね。これは、交流で上げた GDP、そして、公営統計、こういったところが非常に重要になってくるかと思いますので、そういった経済賞を中心として、皆さんと一緒に今後も見ていきたいかなと思っております。はい。で、ここからですね、皆さんと一緒に、経済の関連ニュースですね、見ていきたいと思いますが、まずはですね、今週どんな経済賞があるのか見ていきたいと思います。まずはですね、火曜日14日ですけれども、何といっても CPI の注目が え、あると思いますね。ま、これに関してはかなり重要なものになってくると思うんですが、ま、結構この CPI にまつわる、非常に重要なニュースが出てきているので、え、後ほど見ていきたいかなと思っています。あとは水曜日にはですね、PPI、そして一番まあ今週重要なんじゃないかなと思う二つの指標のうち1、一つ CPI と、もう一個はですね、リテールセールス、交流売上高になりますが、え、交流売上高っていうのは GDP の中でも、ま、4割から半分ぐらい、4割から5割ぐらいが、 え、この氷上げ、上高で GPI を構成しているとも言われているので、かなりですね、この数値重要になってくるかと思います。まあ、この2つがですね、今週非常に大きくマーケットを動かす可能性があると思いますので、えーかえー、と、火曜日と水曜日ですね、ぜひ注目していただければと思っています。はい。で、まあ、そんな中ですね、CPI なんですけれども、CPI のですね、算出方法というものが10月から変わっていきます。で、 具体的にはですね、医療保険料の算出方法っていうところが変わってくるということなんですけれども、あの、まあ、直近のですね、数値、もっと言うと、その、これまではすごく長きにわたって、ね、まあ、その算出の期間っていうのが、まあ、あの、あったんですけど、それをぐっと短くして、より直近のですね、現在の医療保険の、ま、支払いの、ま、額というか、その、インフレ条件みたいなものが反映されることになっているということで、 こういったものがですね、今後、えー、米国の CPI の上昇圧力につながっていくんじゃないかということが今、えー、言われていますと。で、毎月ですね、4%下げていた医療保険というところが、新しい算出方法で1%上昇というところにシフトしていくと。で、これがですね、まあ、短期的にこの CPI を押し上げていくんじゃないかということが今懸念をされているわけなんですが、これってじゃあ本当に物価上昇しているというふうに判断するのに、 適しているのかどうかっていうのは少し判断として難しいというかいろんな議論の方法があると思うんですね。で、とはいえなんですが、今ですね、f e d が注目されてしていると言われているのは PC のですね、価格指数というふうに言われていますと。なので、実際はですね、大きく f e d の今後の金融政策の方針には影響ないんではないかというふうには言われているんですが、とはいえですね、やっぱり CPI の数値が 強く、ま、連続でしかも出てきたりすると、やっぱりマーケットはですね、それに対して気を取られるというかですね、まあ、そっちでもやっぱり目を向けていけなければいけないということだと思うので、まあ、少しですね、ま、ちょっとこういったところにも引っ張られていく可能性があるんじゃないかなと思いますので、え、これに対してどういうふうに反応するのか、まずはそういったところから、え、明日はですね、一つ見ていきたいかなと思っております。はい。ま、あとはですね、え、次こちらなんですけれども、え、サンフランシスコレンギン総裁に関しましては、 追加利上げに含みを持たせるというようなタイトルで、こちらの記事が出ていますが、どういう意味かというと、高インフレ状況、まあ、あの、金利が高い状況というふうに考えていただいてもいいと思いますが、それに加えて、米国のですね、経済成長が高い水準が続いていくことがあれば、これは利上げをですね、する可能性、必要性が出てくるんじゃないかっていうふうなことを言っています。で、まあ、具体的にどういう意味かというと、高インフレが起きている。まあ、 インフレが下がっていかない状況の中で、継続的に経済が強いような状況が続くとすれば、それはですね、潜在的な物価上昇率につながっていくということもあるので、経済をですね、あらかじめ少しですね、抑え込んで、その高インフレ状況を少し和らげるような方向感の金融政策というのを打ち出していきたいということを言ってますね。まあこれは逆を言えば、しっかりとインフレ状況が下がっていく。そして、 え、経済成長に関しても、ま、あ緩やかに下がっていくようであれば、ま、これはもちろん、利上げをする必要がないね、ということなので、やっぱりですね、今後すごく重要になってくるものは、米国の成長率なんですよね。ま、なんで、なので、え、先ほど申し上げた、え、交流利上げとか、そして、ま、GDP プラス雇用統計ですね。ま、このあたりに関して、え、非常に重要なポイントに注目を浴びていくんじゃないかと思いますので、え、注目を皆さんと一緒にしていきたいかなと思っております。で、これらを受けて、 今のですね、FOMC での利上げ織り込み状況なんですけれども、今ですね、一番高いところで1月の31日の約26%ぐらいですかね、が1回の利上げが織り込まれているというような状況になってきています。はい。で、えー、まあ先週のタイミングで,ですね、ちょっとこの僕動画出せなかったんですけれども、パーウエル議長に関しても、やっぱりですね、まだ利上げの選択肢っていうのは残しておくというようなことをですね、 ま発言もあったこともあって、ちょっとまあやっぱりその利下げに対しての期待感みたいなところが若干ちょっと歯落したような感じもあるかと思いますが、いずれにせよやっぱりまだ追加の利上げっていうのは今の経済状況を見ている限りはまだないというのがマーケットの引き続き予想だと思います。あとはもう一つ重要になってくるポイントとして、来年ですね、どのタイミングで利下げできるのか、もしくは利下げに踏み切らなければいけないのか、そういったことがですね、今後 大きな議論の一つ大きなポイントとして出てくるかと思います。で、後ほどそういったところに関連した記事というのをご紹介をしますので、ぜひですね、そちらも動画を見ていただければと思います。はい。で、続いてですね、見ていきたいのは、ゴールドマンとですね、モルガン・スタンレーで、米国の利下げ予測で意見が割れるということで、こちらが非常に今申し上げた中で、まあ、すごく重要なポイントの記事だと思うんですが、モルガン・スタンレーに関しましては、 2024年から2025年にかけて、非常に大きな利上げが、すみません、利下げがあるというふうに言っていますと。で、2025年末、2024年から利下げを開始して、2025年末までには、大体ですね、3ポイント、約3%の利下げが、今の水準から行われるんではないかというふうに言っています。で、ちなみにモルガン・スターレンに関しては、2024年の6月からですね、利下げを開始するんじゃないかというような、まあ、今のマーケットの予想と、まあ、少し似ているような、 え、利下げのタイミングっていうのを今織り込んでいますと。で、一方でゴールドマンサックスに関しては、合計で2025年末までで1.75%、75ポイントの利下げ。まあ2.75%ありますね。で、これは、今のですね、フェットの予測とまあほぼほぼ同じような水準というものを、現在今予測をしていますと。で、彼らの、ゴールドマンの今のですね、利下げの予想のタイミングっていうのは、2024年の10月から12月のタイミングで、 え、1> 第1回目のですね、利下げが行われて、その後ですね、え、2025年の、えー、第1クオーターから、四半期に1回ずつのペースで、え、2026年の半ばまで、え、利下げが継続していくということを、まあ、今予想していますと。で、まあさっき申し上げた通り、これはほぼほぼ、フェットの予測と同じということで、まあある程度そこに合わせて予想を引いているのかな、というのには思ったりはしております。えー、ただし、モルガンスタンレに関しましては、え、米国のですね、経済が、 予想を上回るペースで減速を来年以降ですね、するというようなことをですね、織り込んでいることもあって、2025年に関しては、急速な利下げというものをですね、現在織り込んでいるというような予測を出してきていますで。この2つのですね、予測に関しては、やっぱり非常に面白いなと思う一方で、やっぱり鍵になってくるのは来年の米国経済の減速のスピードですよね。で え、多くの方に方々に関しましては、米国の経済に関してはですね、減速するっていうふうに思っているんですね。まあ、それがリセッションに入るか入らないかっていうところでもまた意見が分かれているんですが、逆にですね、来年に関してあまり経済が減速しないって言っている人は、そんなにいないということで、え、経済の減速の、まあ、幅というかですね、度合いが、まあ今、え、まあいろんな方の意見が割れているような一つのポイントになってくると思うので、え、ここはですね、一つ覚えておくと、 え、議論していく上で、今どこがポイントになっているかっていうのは、一つ参考になるんじゃないかなと思います。あとはですね、次なんですが、ここからですね、2024年、どういったトレードが有望なのか、どんなトレードが、どんなアセットクラスが勝ち組になるのかというのをですね、いくつか、ま、意見が出てきているので、ご紹介をしていきたいと思うんですけれども、まずはですね、一つ目なんですが、市場参加者のですね、非常に多くの方々に対して、 アンケートを取ったですね。MLIV という会社があるんですけれども、マーケッツライブパルスというところですね。で、ここが取った統計からすると、2024年はですね、ジャンク債が非常に大きなパフォーマンスを出すんじゃないか。これどういうことかっていうと、そもそもジャンク債って何かっていうとですね、あまりクレジットプロファイルっていうんですかね。まあ、あの、ちゃんと貸してもなかなか返ってくるかどうかわかんないぐらいな会社に対しての 貸し出す債券っていうのが結構ですね、いいんじゃないかっていうふうに言ってる人が非常にいいと。っていうのも、今のタイミングで、来年ですね、えー、まあ、経済の原則もあることによって、大量のですね、ジャンク債、まあこういった評価が低い、財務的な評価が低い企業に対して、貸し付けをする債券が大量に売却をされましたと。ねこれはアメリカの株式マーケットでも、そういった消費者金融関連の株価っていうのは非常に大きく え少なくとも一回タイミングもしくは今も継続して下落をしているわけなんですが、まあ、そういったところでですねある程度目処が見え始めましたとでかつ思っていた以上に米国の経済がそこがたいということもあってこれらの銘柄がまあちゃんとですね来年は変われてプラスこれらの企業に関しても予測をされているよりも、まあ、いいパフォーマンスを出すことによってジャンクサイのですねパフォーマンスというものが 上がってくる、需要が上がってくるんじゃないかというふうに予想をされています。これはですね、非常に面白いなというふうに思って、逆に言うとこれ株価にもですね、当てはまると思うんですが、まあ、来年はですね、予想以上にネガティブに思われていた市場環境、主況環境も含めて、えー、まああったと思うんですけども、それが思ったより悪くなかったよねということで、逆にそういったですね、ちょっと売り込まれすぎている株価っていうのが変われるような展開にあるんじゃないかというふうに言われています。一応ですね、今回の えー、まあ、け、あの、なんだ、え、調査の予想に関しては、まあ、ここに書いてある通り、まあ、ハイイールド、ロングハイイールド。まあ、ハイイールドというのは、ま、非常に金利が高い、ジャンクサイト言われるような領域ですね。まあ、それ以外に関しては、え、リージョナルバンクデッド。これも、ま、やっぱり非常に、え、財務状況が悪い、え、まあ、銀行の株を買いましょうということですね。まあ、株というか、ま、債券、ローンですね。で、え、それ以外に関しましては、コマーシャルリアルエステートローンというところがあって、 これがですね、まあ、少し注目を集めてはいるんですが、まあ、他のところと比べると、まあ、やっぱり商業施設へのですね、えー、まあ貸し付けの債券、ローンとかっていうところは、まあ、やっぱり人気がなかなか出てきていないということで、えー、引き続きですね、アメリカの商業不動産に関してはまあ厳しい環境というのが来年も続いていくというふうに、まあ、比較感で見ると言われているのかなというのは思っています。まあこれは今回ですね、あの、株価を、えー ま、株式マーケットでというよりも、ま、債券を中心に、ま、聞いた内容だったのかなと思うんですけれども、もう一個面白いポイントとして、え、2024年に関しては、アメリカはですね、リセッションに入っていくのかっていうふうに思っている人たちはどれぐらいいるのかということで、え、こちら見てみると77%、そして、え、株とですね、あの、債券、どっちの方がパフォーマンスいいかっていうふうに思う、え、答えでは、ま、こちらがですね、62%が、 え、債券という答えになってました。なので、まあ、株式マーケットがめちゃくちゃいいパフォーマンスをするというよりも、かなり売り込まれていた債券マーケット、金利が大きく上昇してましたけれども、まあ、そういった形で大きく売り込まれた債券のパフォーマンスが、え、来年はですね、戻ってくるというのが、まあ、今非常に大きくですね、注目をされているような、まあ、勝ち組投資というものに、ま選ばれているということですね。まあ、その一方で株式マーケットを専門に見ている方々からしても、え、来年はですね、非常に パフォーマンス出すんじゃないかっていうの予想が出てきております。で、まずはですね、ゴールドマンサックスの予測なんですけれども、米国の企業の利益見通しというところが、まあ、悪化しすぎていたというか、悪化を織り込みすぎていたような状況ということもあって、来年はですね、戻ってくるんじゃないかってことが今予測をされています。で、2024年の一株あたりの利益の予想を上回る見込みということで、今後も決算という観点でも非常に え、いいパフォーマンスが出てくるということと、あとはですね、やっぱり、えー、まあ、ちょっと僕が言っていたのもあると思うんですけれども、まあ、その時って紹介していたのは、本当にたくさんの投資家、そして、たくさんのいろいろ銀行証券会社がですね、どん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 、え、決算を含めた、ま決算を反映させて、 2023年の末の決算を引き下げるんじゃないか、もしくは2024年の決算も引き下げるんじゃないかということをお話ししてましたよね。まあそういったことが、今回の決算の見通しとかっていうところを見てみると、大きく起こらなかったということで、株価は検知に今後も推移をするんじゃないかっていうような予測がゴールドマンサックスからは出ています。はい。まああれですね。まあ通常には通常であれば、10月に入ってからですね、 え、まあ第4四半期の予測っていうのは結構引き下げられることが、ま歴史的に多いそうなんですけれども、まあ今回は、ま歴史的にあれば平均値の4%で引き下げっていうところから、今回0.4%しか引き下げられなかったということで、まあかなりですね、予想よりもえ強かった、もしくは予想がま弱すぎたっていうことですよね。こういったことを考えてみると、まあ引き続き、 株価強いんじゃないか。そんなことが、ゴールドマザックスからは言われておりました。で、その一方、モルガン・スタンレイに関しましては、2024年のアメリカの資産、これは米国株、そして米国の債券も含めてですけれども、非常に楽観的ですよと。で、株価の上昇や債券利回りの低下を見込む。つまり、債券の価格に関しても、今後上がっていくということを今予測をしていますというようなことがですね、出てきていますと。 で、さっきもちょっとありました通り、モルガン・スターレンに関しましては、金利の低下というところをですね、非常に強く見込んでいますと。で、どん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 ですね、経済の減速というものは、モルガン・スターレンは会社としては予測している一方で、まあ、それはですね、やっぱりその、これまで予測していた範囲の中で起こると。で、それによって、株価はですね、ある程度持ちこたえられて、その金利低下によって、まあ、さらにブーストされると。まあ、そういったようなですね、今シナリオを、 彼らは思い浮かんでいるというような状況ですね。少なくとも来年にかけては米国の経済がある程度底堅く推移することによって米国株自体も底堅くそして金利の低下が本格的に始まってくることによって米国株が上昇していくようなシナリオというのをですね、彼らは思い浮かべているということだと思います。今のところそうしてみると 2024年の株価に関しては、大前提として、米国の経済がですね、堅調というものがあるんですけれども、まあ、上昇していく、もしくはそこは高く推移をしていくっていうのが、まあ、今のところ、モルガンスターやウォールドマンサックスのまあ予想ということで、えー、なかなかですね、あの、最近ちょっと非常に予測をされていた、まあ、リセッションに入るかどうかとかっていうところの懸念がですね、あまりにもやっぱ強かったこともあって、まあ、売られすぎた部分や、まあ、あとはちょっと悲観されすぎた、 え、部分というところもあったのかなと思います。まあ、あとはですね、あのー、今、こういう状況でシナリオを描いている人が非常にまあ多いと思うんですけれども、えー、ま、経済指標というのは毎月毎月出てきまして、毎月毎月見通しがやっぱり変わったりすることもありますので、まあ、自分の中で、ま、ある程度こういうシナリオなんじゃないかっていうようなものを立てた中で、毎回毎回経済,経済指標を確認して、その都度ですね、えー、 しっかりと自分の予測を変えていったりとか、ま、あとは経済標も大事なんですけれども、株式マーケットでやっぱり皆さんも個別株投資してらっしゃる方も非常に多いと思うんですよね。なので、個別株で、え、まあ、出てくる決算の中身を見ながら、え、もう当然個別株の決算っていうのも、え、まあ、見ていきながらの、そこから見える経済のまあ強さとかですね。まあ、そういったところもある程度見て一緒に見ていくと、まあ、より、え、今の現状の え、ま、経済状況とかっていうところも肌感覚を持って、え、ま、判断していけるんじゃないかなと思いますので、ま、個別感を持っている方々に関しては、ま、決算もいろいろと内容を見ていただけると、より、ま、面白くですね、ま、投資というものと向き合っていけるんじゃないかなと思っております。はい、ってことで皆さんいかがでしたでしょうかえ、いよいよですね、2024年、え、どんな株価、どんな銘柄が、え、勝ち組になれるか、ま、そんな議論が出てきましたね。え、もう少し経つと、え、ゴールドマンサックスをはじめとした、 え、米国の証券会社からですね、え、2024年どんな年になるのか、2024年に、え、投資をすべきアセットクラス、もしくは、2024年ってこういう投資戦略でやると、まあ、パフォーマンスがですね、出るんじゃないか、いいんじゃないか、みたいな話が、え、出てくると思いますので、まあ、そういったところもですね、このチャンネルではお伝えをしていきたいかなと思っております。はい、ってことで皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。